皆様こんにちは。暑い日ももう少しで終わりますが、先月阿蘇市ではこの暑さよりもっと暑い出来事がございました。8月8日から17日間にわたり行われた北京オリンピックで、地元一宮中学校出身の内柴雅人選手が柔道66キロ級で見事金メダルに輝き、アテネに続いて2回連続金メダルの快挙を成し遂げたことです。そしてもう一つ、阿蘇高校女子柔道部の皆さんが厳しい練習に打ち勝ち、春の全国大会に続いて先のインターハイでも優勝し、日本一に輝いたことです。阿蘇市は剣道とともに柔道でも全国に誇る選手を多数輩出していることを大変嬉しく思います。今でも思い出しますが、内柴選手のオリンピックの試合の時は応援の特設会場を設けまして、ここに同級生や後輩にあたる一宮中学校柔道部の皆さんなど数多くの市民の方々が集まり、中継を見ながら声援を精一杯送り続けました。優勝を決めた瞬間は全員で飛び上がり、最高の喜びを味わいました。応援した市民みんなに勇気と力を与えてくれた内柴選手に心からおめでとう、そしてありがとうの言葉をお送りしたいと思います。さて、このカラフルな車ですが、何だと思われでしょうか。見ての通り阿蘇の名所や伝統の祭りなどが車体全体にびっしり描かれております。この車はインフォメーションカーといいまして、観光地やイベント会場に直接出向いて情報を提供する、いわば移動式の案内所です。車内には観光地を美しく映し出すディスプレイなど最近のパソコン機材を備えており、インターネットを通じて旬な情報、観光客の方々の欲しい情報をスピーディーにお伝えできるのが魅力です。阿蘇には見どころが多く、まだまだ伝わっていない情報がたくさんあります。まずは知っていただくことが第一だと思っての企画です。そして何より観光地やイベント会場に直接お伺いすることで、お客様に接することができますので、そこから皆様のニーズが明確につかめ、今後の魅力ある、そして愛される観光地づくりの大きなヒントになっていくのではないかと期待しています。運行はほぼ毎日行っていますので、このインフォメーションカーをどこかでお見かけになりましたら、どうぞお気軽にご利用になって、四季折々の魅力たっぷりの阿蘇を大いに満喫していただきたいと思います。